まあ、もちろん落ち込んだりしますし、まあ、今年のそうですね、最後の方なんかやっぱりメジャーに行ってからも一番こう、まあ、精神的にというか、なかなかこう、なんていうのかな、まあ、チームの勝ちもついてこないですし、まあ、ポストシーズンというその先のこう戦いも見えてこない中でのこう戦いが多かったので、そういう意味ではこう、なんていうんですかね、精神的にきつい場面というのは後半の方がこう多かったので。今年は東日本大震災から10年の節目の年で、試合に出てればやっぱり勝ちたいなと思うのが普通ですし、まあ、チーム的にやっぱりこう苦しい状態が続いてたので、そこに対してのこうより勝ちたいなという気持ちはやっぱりこう高くなって、毎年毎年高くなってきているかなとは思います。まあ、もちろん主軸のバッターがやっぱり怪我で離脱してるっていうのが、まあ一番やっぱり増えてる要因ではあるので、まあおそらく来年はそういうふうにはならないと思いますし、僕以上にいいバッターがラインナップに並ぶので、まあそういう意味では今年みたいな攻めにはならないかなとはもちろん思ってますし、まあ、なったとしても、まあ、今年の経験を踏まえて、まあ、冷静にバッターボックスの中で自分の仕事ができれば、まあ、必ずいい成績が残るんじゃないかなと思ってます。斉藤さん、お話になりますか？まあ、ありがたいなと思ってますし、まあ、個人的にはね、もうどんどん切り替えて、来年こう、もっともっとまた、そういった賞をいただけるように、まあ、頑張っていきたいなって方に切り替えていきたいなと思ってるので。まあ、今年やってきたこう数字っていうのをそういうふうに評価してくれてもらえるのはすごい嬉しいことだなとは思ってますね。ありましたけれども、栗山英樹さんが、今年監督を退任。特にピッチングなんかは、まあ、まだイニング数はそこまで多くはないので、まあ、その数を増やしていけたら、もっともっと高いレベルで数字も残るんじゃないかなと思ってます。まあ、ロサンゼルスは税率高いので、まあそうですね、自分の稼いでる半分ちょっと多いぐらいは納めないといけないので、まあ、それは納めますし まあ、特にこう消費するということはあまりない方なので、今のところはこう溜まっていく一方かなと思ってます。大谷選手、本当に長い時間ありがとうございました。